さて、今日のトランスフォーマーは。さすがに我々スパイシーアゲハもそろそろ人手不足になってきた。何しろ、ちゃんと戦える奴がいないのだからな。かあ、その通りだんすね。まったく、この間の裸、キューピッドはすぐに死んでしまったざんす。弱いにも程があるぜ。これではどうしようもありませんな、しぶきラン様。わかっている。だから、この間消した、あの黒い鳥を復活させる。ほう。役立たずにもう一度チャンスを与えるということですか。うるさい、黙れ。復活しろ、ブラックスワン。プッシュ。お、俺は一体、何を。しぶきラン様、申し訳ございません。もうよい。だが貴様にもう一度だけチャンスを与えてやる。あの恐竜を奪ってこい。そしてわらわに献上するのだ。はい、我が身に変えましても。スパイシーアゲハのリーダーも落ちたものだな。かつてのリーダー立花アンナの方がまだリーダーとしてふさわしかったかもしれんのに。その頃、サイバトロン戦士たちは、ライダー君の案内によって、スクラップ置き場に来ていた。ここに一体何があるってんだよ。さあな、全くわからない。おい、ライダー君、一体何があるって言うんだい？トゥー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 ！なんだって？面白いものがあるって？トゥー！その車がどうかしたのか？トゥートゥー！あれ、サイバトロンマークだ。ということは、彼は我々の仲間ということだな。ああ。おい、大丈夫なのか？こいつ生きてるのかい？心配するな。スリープモードになっているだけだ。だがエネルギー切れ寸前だ。よし、私のエネルギーを分けてやろう。そしてさあ、順で充電完了だ。俺一体何をやってたんだ？あ、トレイルブレイカーにランボルじゃないか。君は、ストリークか。そうだよ、俺だよ、ストリークだよ。おいおい、ストリーク。一体何だって、そんなところで寝てたんだい？いやー、エネルギー切れ寸前になっちまってな。少しでもエネルギーを節約するためにスリープモードになってたのさ。そうかそうか。ところでスパイシーアゲハとの戦いはどうなってるんだ？それがな、ランブルはストリークにこれまでの状況を伝えた。なるほど。つまりその恐竜くんがスパイシーアゲハのリーダーに狙われているってことだな。そしてあいつらは全宇宙を支配するつもりなんだな。そういうことだ。畜生、許せねえ奴らだ。チョウ！見つけたぜ、サイバトロンども。まとめて片付けてやる。な、気をつけろ。どうした？スパイシーアゲハの奴に違いない。こっちを見てる。あいつは、ブラックスワン！けどおかしいな。あいつは血しぶきランに消されたはずだが。おそらく、あいつが復活させたんだろう。もう一度チャンスを与えるためにな。まったく、好き勝手な野郎だぜ。自分の都合に合わせて、人を死んだり生き返らせたりするなんて。まったくだな。その血しぶきランとかいうやつは、クズそのものだな。ふふふ、あいつら何喋ってんだ。こっからじゃよく聞こえねえや。あいつをどうする？絶対恐竜を狙ってるぞ。任せときな。チン！俺がサイバトロンナンバーワンの射撃手であること忘れないでくれよ。そうだったな。すまんな、ストリーク。ああ、頼んだぜ。やばい！こっちを狙ってる！クソ！大敵だ！そうはいかねえんだよ！ブシュッ！ブシュッ！あ！せっかく。しぶきラン様が与えてくださった最後のチャンスだったのに。ブスッ。ブスッ。
よし、やつは死んだな。ああ、へっ、ざまみろってんだ。しかし油断も隙もねえ奴らだな。ああ、だから警戒が必要なんだよ。そうかそうか。ま、でもこの俺がお前らのチームに加わったからには大丈夫だ。何カッコつけてんだよ、ストリーク。まったくだぜ。うるせえ。